時刻6時18分回りました。ではこのコーナーお送りしましょう。ツッコミニュースランキング。時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずは芸能スポーツです、はい、プロ野球は4日に6試合が行われ、セリーグはヤクルトと阪神が、パリーグはソフトバンクが開幕4連勝を飾りました、はい、阪神の開幕4連勝は岡田監督の第一次政権だった2008年以来15年ぶりとなります。いや本当に負ける気戦ね、すごいね、あの球が追いつかれた時にどうなったかなとも、ね、はい、思ったんですけど、しっかり大山選手がてくれて、ね、もう今なんかどっちかというとセパともに明暗分かれてる感じがあって、セリーグでは DeNA とカープがまだ勝ててないという、あの沖野君本当はあの昨シーズンの開幕9連敗を知ってる身とするとね、本当にいや出口はすぐそこですよというふうにお伝えしてあげたい、はいはいはい、レッドソックスの吉田正尚外野手が日本時間4日、本拠地で行われたパイレーツ戦に4番レフトで先発出場、はい、開幕4試合16打席目で待望のメジャー初本塁打を放ちました。あのフェイスタジオも行ったことあるんですけど、あの特にあのグリーンモンスターって言われているレフトの、あのスタンドの一番上から見たことあるんですけどね、本当に高いですよ、あそこまでよく飛んだ、それでも初本塁打、すごかったですね、はい、またエンジェルスの大谷翔平選手がマリナーズ戦に指名打者でフル出場し、2試合連続のホームランとなる第2号ツーランを打ち勝利に貢献しました。本当今朝はメジャーを見て夜はプロ野球を見て忙しいですね、野球で、はい、もうえらいことになってますよね、はい、でしかも日本人選手がこれだけこう数多くいて活躍をしてくれてますから、追いかけるだけでもう大変ですし、はい、あの我らが仲間ヌートバー選手が故障リストに入っちゃった、故障者リストに、ね、入ってるということなんで、ちょっと心配です、はい、うん、続いてアイコの CD デビュー25周年となる最新アルバム今の二人をお互いが見てるが初週3万枚を売り上げ、最新オリコン週間アルバムランキングで初登場1位を獲得しました、はい、女性ソロアーティストによる週間アルバムランキング1位獲得は今年初となります。とんがいこちゃんすごいな、はい、4月11日でしたっけ、大石雅史さんのヤンタンに、ね、一緒にパーソナリティで出演ということでございまして、あの MBS ラジオ僕もずっと番組させていただいたんで、ずっとご縁あるんですけども、うん、なんかやっぱりいくつになってもあの知り合った頃の愛子ちゃんのまんまっていう、確かにイメージも全然変わらない、全然変わんないでしょ、はい、そのままやし、もう本人も言ってます、未だに手つないでキュンキュンできる歌かけるってすごいなと思いますよね、本当だわ、はい、またキュンキュンさせてください、はい、それではニュースランキング、まずは第5位、松本剛明総務省は4日の閣議後会見で、マイナンバーカードの3月末時点の申請枚数がおよそ9614万枚に上り、人口に対する割合が 76.3% になったと発表しました、うん、松本氏はほぼ全ての国民に行き渡らせる水準までは到達したと考えているとの認識を示しました、うん、本当にあのここまでの、ね、間にあの申し込んでいただくと、はい、マイナポイントがつきますよとなったのにもえらい駆け込みで役所が、はい、名古屋市の皆さん大変だったんですけども、またそれも延期になって、うん、またそうすると人間でね、あ、まだもうちょっと期間があるとか、まだいけるなっていうとね、まあ、あのうまく活用すると便利になることもあるのかなというところもね、あの例えば住民票の取得とかというところに関して言うと、はい、というところもあると思いますんでね、はい、続いて第4位、文部科学省は非課税世帯などを対象にした大学などの授業料の減免や返済が不要な奨学金の給付について、3人以上の子どもがいる家庭などには来年度から世帯年収の上限をおよそ380万円から600万円にまで広げることにしました、まあ、これあの理科系の大学でということでもあったりするんですけれども、本当でも松川さんも、ね、これからまたにそういう世代になってくると思いますけれども、お金がかかる、まあ、もともとこれその年収とかの世帯の上限とかって一体どこまでにするのかっていうその公平感みたいなところも含めてですし、まあ、本当にあの子育て支援っていろんな方面からなりますからね、はい、より多くの人が使えるような制度になればいいなというのを思いますよね、うん、続いて第3位、2025年の大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会は、万博会場内での決済を全面キャッシュレスとし、現金を扱わない方針を固めました、はい、独自の電子マネーアプリエキスポデジタルウォレットを導入する予定で、全面的なキャッシュレスはこれまでの万博で初めてとなります、まあ、万博まであと700日、はい、740日とかそういう世界ですけれども、あのその頃にはさらに世の中全体の
キャッシュレス化が進んでるんだろうなとも思いますけども、例えば今ほらあのボールパークとか球場とかでもね、基本的にそういうようなところも多かった、あったりもしますので、だんだん時代ってこう変わっていくのかなという感じはしますね。はい、続いて第2位はフィンランドは4日北大西洋条約機構 NATO に正式加盟しました。ロシアのウクライナ侵攻を受け加盟を申請したフィンランドは31番目の NATO 加盟国となりましたが、ロシアは対立をさらに悪化させると反発しました。ヨーロッパのこの S 面というのが本当にここ1年で大きく変わりましたし、まあ、あの今後本当にロシアウクライナ情勢を含めてどうなっていくのか、ね、あのベラルーシの核配備というところも現実になってきてるわけですからね、はい、続いて1位は不倫の口止め料をめぐる疑惑で起訴され出頭したアメリカのトランプ前大統領が保釈され裁判所を後にしました。トランプ前大統領はニューヨーク南部マンハッタンの裁判所に出頭し、指紋採取などの手続きの後無罪を主張しました。トランプ氏はこの後専用機で邸宅があるフロリダ州に戻り、日本時間午前9時過ぎに演説する予定です。私もニュースの映像でしか見てませんけれども、はい、あの今ニューヨークはえらいことになってまして、ね、まあ、もちろん前大統領ということもありますから移動も含めてですね、万全のセキュリティでということになりますけれども、さあトランプ大統領が帰った後どんな演説をするのかでございます、はい、ではお知らせの後石田英さんの登場です。上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています。時刻6時26分になりました。ではここからは石田英さんでございます。石田さんおはようございます、はい、よろしくお願いします。おはようございます、よろしくお願いいたします、はい、まずはこちらのニュースからです。少子化で相次ぐ定員割れ、私立大の新設を抑制へでございます。文部科学省は私立大学を新設する際の審査を厳しくしまして、大学全体の規模を抑制する方針を決めました。少子化が進みまして入学者数が入学定員を下回る定員割れの大学が増えていることから、学生確保の見通しを客観的なデータや分析で示すことを大学に義務付けました。2025年度開設予定の大学から適用されるというこの取り組みなんですが、さあ大学は今後特に私立どうなっていくのかという話でございますね。まあ、今年新入社員がまたね入ってきまして、はい、で社報とか見てると、うん、どこそこ大学って書いてあるやんか。でいつも思うのが、絶対に俺たちの頃になかった学部がいっぱいあるのね。 ありますね、学部も本当学部は増えてますね、多岐に増えました。なんとか政策環境なんとかも、はい、俺らも環境とかさ、政策とか、はい、情報とか、はい、国際とかいう名のつく学部が、はい、もうやったら多いでしょ。もう最近はもう、はい、大学の新しい学部と会社の肩書きだけはもう分からないと思いました、まあ、カタカナ の肩書きだけは追っても何か追っても分からない、僕自分自身が何だかよく分かってないです、はい、で俺の所属はどれそれなろう、こう肩書きがいっぱいついて、その下の肩書きのなんか、そうそうそう、俺は一体誰やみたいな覚えられないです。だから石田さんとか僕、まあ、松川さんの時もそうですよ、はい、まだ文学部とか法学部とか、ね、大体漢字3文字ぐらい進んでた、はい、読んですぐ分かるやつちなみにね、はい、学部が増えたのが1991年の大学改革からなんですよ。あ、そうですか。 それまで、学部の種類って69種類、まあ、細かく分けても69種類やったんですけど、うん、今500種類以上あるんですよ。学科まで入れてね。それ分かんないや。それで言うと確かに今からそんなお話になるんでしょうけど、うんうん、じゃあ大学は学部を一つ作るにしても、うん、ほら勝手に作れんのかっていうところも含めてですね。そう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 。まあ、設置基準っていうのがあったんですけど、はい、91年これ大幅に設置基準が緩和されたんですよ。うん、で、いろいろ狙いがあって、実は18歳人口のピークってその91年の翌年、92年なんです。92年が18歳人口、92年が18歳人口のピークでもね、その後下がってくること分かってるわけやから、そうです、ね、大学増やすっていうのはその時点で増やすってのはもう間に合わへんやんけという、確かにそこまで下がってくんねんから、はい、でだからこれ18歳人口が92年でピークになるから91年に大学の設置基準を緩和したわけじゃないんですよ。むしろもうちょっと、先のこと考えてて、もともとね新規参入増やすことで大学の淘汰を考えたの、ね、どう言ったらいいかな、はい、昔からある、はい、いわゆる偏差値は高い、はい、偏差値は高いけど大した教育してへん大学でいっぱいあったわけよ言うてまうと
今の時代に合ってへん。残念だね。それはあの自分の出身のところも含めてなんですけど、いやいや、だから俺らの時代ではそうやんか。もうやっぱり、だって授業もさ、はい、まだこんなこと教えてんのよ授業もあったじゃん。確かにあの先生が何十年か前の教科書、それはまあ常に素読をしてる。あったでしょ、あったでしょ。で今のだから大学生の方がめちゃくちゃ真面目だ。先生方もすごいしっかり授業されてますよ。そうで、あの先生の評価みたいなのを学生がするのね、今はそうらしいですね。すんねん、うん、でそういうのやりだしたのもこの旧一年の改革からなんですよ。だからつまりね、大学っていうところは偏差値は高いけど、あんまり大した授業してんとこ多いんちゃうかいうのがあって、で今に追うてへんと、しかも授業が、はい、なので、学部はちょっとあのそれまではそれか文学部とかそればっかりで、はいはいはい、それを緩めます、設置基準も緩めます、はい、でその結果新しい大学が、うん、例えば新しいから、うん、その既存の大学よりいわゆる偏差値は低いかもしれん、うん、かもしれんけど、そこが非常に魅力的な授業をすることで、うん、いい生徒を輩出してくれる、うん、それはそこは人気が高まる、うん、ということで、その既存のもうずっとなんか古いことやってるとこが駆逐されていったらええなという考え方なんですよ。はあはあ、それが91年。なるほど。で駆逐されるという言い方もなんですけど、淘汰されたんですか。そこが最大のポイントで、はい、されなかったの。ね、そうですよ、せっかく作ったらそこをやめるわけにはされなくて、まあ、言い方悪いけど偏差値は高いけど、あんまり古い授業してるとこは相変わらずそれをやりつつ、新しく入ったとこは言ったら全体と学力を下げちゃった、まあ、全部は全部違うけどな。あのね、別に大学の基準とかじゃなくてね、うん、ほら近畿大学の世耕さんと、うんうん、やっぱりなんか講演でお話を聞いてね、うん、誰が言ったかカンカン同率って言葉がおっしゃってて、先にこう言ってこう一つ、まあ、関西ではカンカン同率って一つブランドあるじゃないですか。で近大って常にその後の扱いなんですと、うん、で決して学生の質とすると、うん、その大学にも別に負けてるわけでも、新しい学もどんどん作ってやってるし、ね、てるんですけど、うん、なんかどっかでできた大学のブランドみたいなって、うんうん、東京だとこう総計に含めてなんか最近はマーチとかなんかいろいろあるんでしょ。僕らの頃はまだ日東駒線なんていう言い方をしてたんですけど、もっとその中あって、まあ、そういうのがあって、うん、それはまあもちろんね、その中で大学はそれぞれ切磋琢磨して頑張ってるわけなんだけど、新しい学部作ったりして、で、まあまあ、ただまあ古い相変わらず古いことやってるとこもいっぱいある中で、91年の改革ははっきり言うて失敗やって、うん、つまり淘汰されなかったの。むしろ外役増えた分だけ全体の学力が下がった。ちなみにね、1909、これちょうどその、改革起こったのが91年なので92年のデータを開くと、うん、当時523校の大学が、はい、今800まで増えてるんで、うん、そこから300ほど増えてるわけ。あで大学生の数もやっぱし213から291やから、何倍、80万人ぐらい増えてるわけな。でね、すごいのが大学進学率よ、はい、1992年の大学進学率って言うても 26.4% やった。92年、うん、あそんな 26.4% ということは3割いってない。そう、今 56.6。 はあ、それでも 56.6。 あそうか、ああなんかイメージしてるともうちょっといってあるかなというイメージだったんですけど、ね、この 56.6 は今過去最大なの、最高なんかな。うん、まあそんな感じの中で、まあみんなが大学行って大学の数も増えてるんで、なんだかないかなというのがでね、覚えてない、あの田中真紀子さんがさ、はい、あの大学急に認めへんって言い出した。ありましたっけ、覚えてる、はい、2012年のことなんですけど、11月ですよ、うんうん、11月にその2012年明けて次の春に開校するはずの3つの大学、うん、1つの公立大学と2つの私立大学、うん、急に認め変異出したやん、なんかありましたね、開学を、うん、はい、でその理由が大学多すぎてね、教育の質が落ちてるからと、うん、言って、それに関しては世の中の人はだよねってなったわけ、うん、それは間違いなくそうやと、うん、増えすぎてちょっと弊害が出る、うん、ただ来年のもう3月に開校準備するしてる大学に対して、うん、今更その半年前に認め変異となると、はいはい、混乱するし、混乱します、また入る子も決まってたりするわけや、うん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 、でしかもその書類上は何の不備もないから OK って言うたはずやのに、その、大臣の一言で、一言で認めへんじゃどういうことやで大問題になったわけ。なんかだんだん思い出してきた、思い出した、これで結局はな、あの、まあ、大学もそりゃそうですよね、何にも問題ないね、なんて急に認められないって、うん、このじゃあ損害賠償請求しますよとなるじゃん、はい、なので大学がまあ反発したんで、田中真紀子さんがまあ言うたら矛を収める形になったのね。うん、でただ
面白いなと思ったのが、あの時にヤフーがね、うん、ネットで世論調査した、うん、この問題で2012年、この問題でね、はい、で、今日本の大学を減らしていくべきだと思いますかという、はい、まあね、うん、田中真子さんの件があったんで、はいはい、やったと、で、何割の人が減らしていくべきだという答えかというと 86%、 はあ、ほぼ9割、みんなそう思ってるんだ。だからただまあそのちょっとやり方これ間違ってませんか、まあ、確かにね、で揉めたんやけどな、うん、これ行き着くところ大学とは何をしに行くとこなのかっていうテーマにもすごくありますよね。もともとのもともとたどれば本当にこの研究者の方だったりとか、そう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 、例えばでも一方で東大法学部なんていうとこう官僚をね、もともと作っていくためにはっていうのは、いや、もともと育成機構でもあったみたいなところもあるわけじゃないですか。あそこは日本の官僚養成機構ですから、ね、それはもうしょうがないですよね、うん、でそれ以降こういろんな大学が出てきた時に、うん、なんかとりあえず大学行っときましょうかみたいな人も流れになってますよね。私も含めてなんですけどね、あると思いますし、ちなみに田中真子さんがいやいや言うて認めへんって言うて世の中から大バッシング黒田、2012年の時点で私立の大学で定員割れしてたのは 45.8%、うん、今どれぐらい、今もねほぼそれぐらい、半分弱ぐらい。これ一方ででもそれこそ石田さんね、うん、私立の大学の場合ってこう経営も大変じゃないですか、うん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 、その定員割れとかが続いているのに大学ができるっていうことっていうのは、うん、大学建てると何でしょう、その経済面的にも儲かるっていう言い方も変ですけども、すぐ儲かるとは、もちろん女性のお金出ますよ、で例えば、大きなマンモス大学で人気のある大学やったら、うん、受験料だけでも相当な収入になりますから、そうそれはいいんだけど、なかなかそういう規模の大学ですぐにはできへんやんか、うん、儲かるためにやるわけではもちろんないんですけど、うんうん、経営ということを考えた場合、うんうんうん、作った場合は運営できないとなると学生にも、そうですね、先生にも迷惑かかるし、世の中のニーズがある、うん、学部っていうのが結構できて、看護学系とか介護系の大学でこれ世の中のニーズがあるから、はい、ただその職についていただける若い人がどんだけおるかという問題なんだけどな、ニーズがあるわけやんか、はい、うん、理屈で考えたらその言うように子どもの数が減っているのに大学を増えていくっていうのは理屈で言うと合わんなとは思いますもん、ね、ただね、これちょっと今回の、うん、まあ、文科省が言うた私立の大学の新設を抑制すると、そのためにその、まあ、見通しね、学生どれぐらい確保できる見通しが立ってんねやとか、どれぐらいその、まあ、どういう教育をしてどれぐらいの人が来てくれてっていうちゃんとデータを出しなさいよと言ってるんですよ。で、はい、これ自体は理にかなっとるんですよ、はい、そうですね、理にかなっとるんだけど、91年の失敗をちょっと思い出してほしいんですね。91年は大学を増やして、うん、でさっきも言いましたけど、うん、その古い教育しかしてへんとこを駆逐していこうという、はいはいはい、言うたらその質の悪い大学を、偏差値だけ高いけどあまり質の良くない大学を駆逐していこうという、うん、はいはい、発想やってんな、はい、ところが今回、まあ、その結果失敗した、うん、失敗して、まあ、相変わらずの大学は偏差値だけ高い大学はあるけど、あんまりその最新の教育してへん大学はある、で、はい、私立は、学力はついていってへんとこがあるという状況に今生まれてるわけや、はい、今これ日本大学はそんな状態やろ、うん、その大学で新しい大学認めませんよ、うん、となったら、うん、一瞬理にかなってるやけど、はい、実はの残った大学は問題あるんやから、この問題のある大学が淘汰されずに残っていくわけ。そうか、なるほど、そうか、なるほどな。そこを文科省なり国はどういうふうな方針考えてるんですか。そこを聞きたい僕。だから91年の失敗から 何か学びましたかというのをね、ちょっと確かに、まあ、聞きたい。それでいて一方ね、ここ最近はそれ例えばその奨学金の大学のほら入学のねかかるお金とか奨学金の問題とか今日も出てたじゃないですか、うんうんうん、どういう風にしてそう、ね、であれ、まあ、今回大学ファンド作ってその申し込みなさいみたいな、はい、あれファンドやからな、はい、言うたからね、うんうんうん、まあ、ちょっとちゃうんだけども、僕は思うのはその研究者、はい、あんまりこう研究費もない、はい、そうですよね、その相変わらず古い体質の大学の中で、うん、研究しててもオーバードクター言ってそのなかなかその、はい、うん、助教授にもなれないような人が多い、うん、で学生も学生でその、うん、古いなんかことばっかり教えてるとかあんまりで、あと入ったものの周り見たらあなんかこいつらほんま勉強しとんのかみたいなやつが多いとか、はい、なった時に本当に優秀な学生とか本当に優秀な研究者は、うん、もう海外行っちゃうんですよ必ず。これそうですよね、うん、で
昨日ね、ほら大学でもよくあの世界でのランキングってあるじゃないですか、うんうんうん、例えば論文の数とか研究者の数とかって言った時に、うんうん、我々日本の大学ってもっと優秀かと思ってたら全体的に世界ランクで見るとなかなか、ね、そこには医者さん言うようにその研究費のところがまだまだ足りないとかっていうケースも多いらしいですよね、うんうんうん、僕らから見たらさ、例えば、まあ、英語圏行くのも大変やけど、例えばヨーロッパの言葉圏の大学行って研究するって、はいはい、それでも行くんやいう人はさ、すごい、本当は残ってもらえないからね、ほんまは、うん、言いますもんね、最近例えばほら高校とかの私立の優秀なところでもね、うん、東大京大を目指すんじゃなくって、うん、もういきなりもうハーバードに行くとか、うん、ケンブリッジに行くとかっていう、うん、もう海外を鼻からなんか子供たちがいきなりメジャーを目指してるみたいなぐらいのになってきてるっていうのを聞いたことありますもんね。優秀な人がどんどん海外へ流れていってる中で、はい、その今問題のある大学を残す政策なのね、これ実は新しいの認めへんっていうのは、はいはい、でもそれで、今ある大学を淘汰しようと思って91年やったら失敗したということがあるから、うん、どうしていいか分からなくなってるわけよこれ、うんうん、まあ、本当にあの日本の大学制度ってね、本当にあの、うん、我々の含めてどういう思いで言ってたのかな、うん、胸を膨らませてね、胸躍らせて、ね、今ね、はい、門をくぐった新入生たちもたくさんいるし ね、でもね、今の大学結構あの文科省からやいのやいの言われてるから、うん、いろいろね、あの面白い学問とか、はい、面白いことを教えてくれる先生もいっぱいおるから、いてます。であとね、本当に生徒さんたちもみんな真面目でね、うん、今ほらパソコンとかでほら、はい、出欠とかを ID カードとかで認識してるから、もうほんまね、最近の学生さんでもね、受けに来る子で、いやちょっと卒業単位危ないんですけどっていう子ほとんど会ったことないですよ。ちゃんとしていますね。昔もうちょっとおったでしょ、自分も含めてですけど。いやちょっと卒業できるかな、未だに卒業できる夢見るもんな僕も見ます未だに見るぐらいみんなものすごい真面目にちゃんと学校通ってやるし、うん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 、先生もちゃんと授業なさってるじゃないですか、うん、でもなんだろう、トータルの現象で見るとそういうところが、うん、まあ、だから、まあ、これでいいかどうかちょっと、うん、なんかこう、いや増えすぎて質悪だったから減らす、いや、うん、絞るっていう考え方はちょっとこれ、なるほど、一遍失敗してるだけにね、この考え方で、はい、うん、ちょっと考えてよっていうのはあるね。じゃあ今既存の中はどうなっているのかという、はい、だそうでございます。はい、では続いてこちらです。6時41分回りました。さあ、燃やすゴミ、4月から燃やすしかないゴミにということでございます。はい、燃やすゴミが燃やすしかないゴミに変わります。埋め立てゴミは埋め立てるしかないゴミということで、京都の亀岡なんですが、4月からゴミの読み方を変えることになりました。で、指定のゴミ袋にも新しい名称がこれ印刷されるということなんですが、さあこの背景には一体何があるんでしょうか。あの、強い意志を感じますね。そうですね、それしかない、もう後がないみたいな、ちゃんと分けてよって、うん、はい、あのゴミの分別は地域によって呼び方とか、ね、もういろいろ全然違いますよね。ちょっと話変わるけど、はい、この間あのおかき買うたんや、おかきで、俺割れおかき好きやから割れおかき買うたら、はい、よう見たら割りおかきになったんやが、はい、割れたんちゃうと、割ったんやという意思を感じるよねこのおかきそっか、その時にこのニュースちょっと思い出したけどなそれこそ昔は一般的にあの燃えるゴミでしたっけ。そうそうそう、燃えるゴミが燃やすゴミになって、で燃やすしかないゴミになったわけいや、まあまあ、だんだん意思が入ってきた、意思が入ってきた。でね、はい、あのこの亀岡の場合は、まあまあ、どこもこれこういうことになってるとこみんな一緒なんですけど、はい、まず焼却炉がもう古い、うん、古いから、うん、もう作り直そうとしたらめっちゃお金かかる。で、うん、実は焼却炉にとって大敵は生ゴミなんですよね。あの温度下げちゃうから、あ、そうかそうか、炉の、はいはい、で生ゴミを減らしてくれたらだいぶちゃうねんけど、まあ、それもあってのもう本当にこれ燃やすしかないですかというそれとあの、はい、あれやっぱ今までねプラスチックが非常に混ざっとったんで、本当は違うでしょ、分別してプラスチックはあのリサイクルに回しまなあかんのに、うん、混ざってたと、うん、なのでね、実は今回ね、うん、すごいよ亀岡市の、うん、今まで一袋20円やってゴミ袋が、うん、でこれは燃やすしかないゴミは40円にしますと、あ、袋値段が上がるんですね、倍にします。ところがプラスチックは10円にします。ほう、うん、わかります。今まで20円やったもんを、これを燃やすしかないゴミは40円にします、はい、プラスチックゴミは10円にします。へとなったら
分別して、うん、プラスチックは、ね、そうですね、気持ち的に燃やすしかないのを入れて、燃やすしかないのを40円の方に入れるというパターンになるやろうと、はい、で、うん、あ、ごめんなさいごめんなさい、これ、これじゃ、これちゃうわ、これ柳川がやったやん、柳川がね、これね、先輩なの、燃やすしかないゴミを考えた。燃やすしかないゴミって言ったら何になるんですか。もう燃やすしかない、ない、ない、でしゃがない、あと埋め立てるっていうのがあるんですよね。で、その場合、亀岡の場合は埋め立てるしかないゴミも袋に作るんです。埋め立てるしかないゴミって言ったら何になるんですかね。入れられない、なかなかブロックのかけら的なもんとか。あ、なるほど、もうどうしようもない、あんなもん。あ、なるほど、埋め立てるしか、燃やへんせえへん、それはもう埋め立てるしかないですよね。ろ、はい、これでそういう、あ、で、牢ももう修繕せないかん、埋め立て地もね、実はもう満杯になりかけてる亀岡、うんうん、その時に、もう新しい処分場を作るとなったらまたお金かかると、うん、だからできるだけ本当にこれはもう燃やすしかない、うん、本当に埋め立てるしかないもんだけにしてよとお金かかるから、うん、っていうのが亀岡の考え方 で、 そうか。で、同じのが2年前に福岡県の柳川市ですね、丸焼け会に面したとこ、うん、あそこが、ここはね、元祖です、燃やすしかないゴミ、うん、名前考えた、はい、で、この柳川がさっき言ったように燃やすしかないゴミやったら袋は倍にします、値段、うんうんうん、その代わりプラスチックゴミは半額にしますと、ゴミ袋、はいはい、これやって成功した。へえ、どれぐらいでもそんな予算的にだいぶ変わるんですか、それをやるだけで。どれ、ちなみに、うんうん、柳川の場合でプラスチックゴミは2倍以上に増えたんやって、うん、はあ、プラスチックがゴミは、ね、うん、リサイクルにもあるわけでね、はい、で、燃やすしかないゴミは年間で1割ちょい減ったと。これ重量でいくからね、重さ、うん、でも今確かに見てると、その燃やすゴミの中身を調べると、うんうん、洗うと資源ゴミとして出せるお弁当の空き容器とか、うん、カップラーメンの容器、うん、洗うの面倒いとか言って、洗うの面倒いとか言うと、で、全部その中に入ってたと。そうで、それをもっと分けると、分けたら燃やすしかないゴミが減って、まあ牢がもうちょっと長い間使えると。これ、あの、それこそ例えば新しい地域に引っ越した時とかに、うん、その地域の、ね、ゴミの分別事情って全然違うから、あのね、うん、面白いね、環境省が2020年に調査してるんですけど、全国の市町村のうち26種以上に分けてる。26種類以上、そんなところがあるんですか。実は33もあって、大変、自治体。でもね、でもね、最も少ないのはまあ2で、さすがにこれは5しか、5自治体しかないんですけど、はい、最も多かったのは13種類なんだって。13、結構みんな分けてるよね。でもそのね、ペットボトルとか、うん、空き缶とか、うんうん、プラスチックまでは分かるんですけど、あ、例えばね、あの、僕の知ってるところの瓶を色ごとに分けてます、うん、はあ、茶色い瓶、透明の瓶、緑の瓶とか、そうそうなるともう13ぐらい平気でいく。あの、それこそでも13ぐらいになるとですよ、うん、お家のゴミ箱の数大変ですよね。そうやな、あの、分別して捨てるときに、今でもほら、はい、結構分別たくさんできるゴミ箱とか売って、うん、だいたい3つぐらいのものはね、最近よく見ますけれども、あの、面白いのは、ね、徳島県にある上勝町というとこ、はい、あの、葉っぱがいっぱい売り物になってるとこ、うん、 はい、あそこが、うん、まあ、小さい町でもあるんですけど、45分別してるんですよ。45 ちょっと待って、ついていく、45、逆にどう分けるんだ。電池とかでやるな、きっとな。あ、そうか、はい、なんか燃えないゴミじゃなくて電池は電池、電池は電池、うんうん、で、そのな、この紙カッチは実はゴミ収集車がない。自分でじゃ持っていくってことですか、うん、基本的にはそのゴミステーション、大きなゴミステーションがあるわけ、うん、もうごっつい大きいのがあって、そこに持って行って、そこは年末年始以外はずっとやってる。持って行って、掘って帰る、うんうん、その時に、面白いのがね、あ、これもう使わへんからゴミやねんけど、うん、まだこれやったらいる人は使えるから、うん、いる人おるんちゃうかい時はもったいないコーナーのがあるし、あ、そこ見に行きたい、楽しそう。そこに置いてあったら、あの、そこで捨てれるのは町の人だけなんだけど、うん、持って帰る人は町外の人にも OK なの。いいんですか。へえ、そうか、よく最近ニュースでもやってますけど、韓国のソウルとかもこれがすごく悩んでて、で、生ゴミの重さと水分を減らすために、そうなんです。で、実はね、行き着くところ結局生ゴミになるのよ、うん、問題は、この問題、うん、話の
核はね、はい、でこの上勝町に関しては生ゴミは45分別ですらそこに持っていけない。え、どういうこと？捨てるとこがない。え、生ゴミは全部自分らで堆肥にしてください。はあ。そのためのそのなんかこうあるやん、こそういう機械みたいな、はい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 、家庭用の、はい、結構いい値段しますね。 それに対して補助が出るらしいわ、家具としては。あ、うん、なるほど、うん、そうですか。で自分でリサイクル、唯一のゴミが生ゴミなんで、うん、それは町としては集めません。か、集めませんやなくて、要はそこ持ってきてもらっても決済もませんと。あ、わ、これ結構大変。ところがね、割とね、町の人見てるとね、その持っていけない人いるじゃん、うん、あの足悪いとか、はいはいはい、車ないとか、それはねやっぱりね、そんなに頻繁に月1回ぐらいかな、その、うん、あ、まあ、あの分けといてくれたら取りに来てくれはるんやけどね、うん、でまあそのさっき言ったその生ゴミがやっぱり一番大きいんで、うん、実は長野県のいくつかの自治体は生ゴミ出しません袋っていうのがあるんですよ。どういうことですか？生ゴミ出しません袋っていうのは、うん、生ゴミは自分のとこで例えば堆肥にするとか、うん、で燃やせるゴミとして生ゴミを出さない、うん、という世帯については、生ゴミ以外の袋を入れる、あ、ゴミを入れる袋を、うん、これタダで、その場合はもうタダでいいですよ、はい、生ゴミを入れへんのやったら、うん、このゴミ袋はタダで差し上げる、はいはい、それもう普通やったら 一袋何十円というところ、はいはいはい、でやってるところもある、うん。で今言ってくれた韓国なんかすごいで、ね、あれだって法律的みたいなもん、はい、生ゴミ出したらあかんよ、はい、言うて、うん、で、まあ、例えばマンションなんかやったらね、うん、あのカードをピッてやって、うん、で生ゴミ機械に入れるんで、はいはい、ほんでね、何グラムって出るんで、重さが出た、はい、ほんでピッてやるやん、それが記録されて、うん、結局1ヶ月で生ゴミ何歩掘ったいうことで、うん、それであの管理費に上乗せされてとか、はい、なんか見たいですね、うん、もう徹底してるやっか、そうか、ね、それぐらいでもしないだからものすごい皆さん水分絞って、うん、ちゃんとあのね、少しでも軽くなるようにって捨てはるとかって言って、実は日本ってね、あの生、ゴミの 78% を結局燃やしてるんですね、うん、埋め立てもせずに、はいはい、結局燃やしてる、リサイクルもせずに、うんうん、はい、でOECD、先進国の平均が 22% なんで、うん、78% のそのまま燃やする率ってめちゃくちゃ高いの。あ、そうかそうか、はいはい、その半分くらいが生ゴミなんで、うん、3割から半分くらいが、でここを減らせたら、うん、随分とゴミ減らせるんだけどっていう、で、まあ、韓国ちょっと見習わなあかんのはそこなんですよね、生ゴミを出さないという法律で決めて。いや、なんか今の話とか聞いたら、あの改めて自分自身ちゃんとせなあかんなというふうに思いますね。それで水分をこうね絞ってるとかね、乾燥させてるつもりですけど、うんうん、それやってるだけでも全然ちゃうね。違うんですね、うん、全然ちゃうねんけどね。いや、そうか、もう捨てるしかないゴミな、でも確かに自治体もそれぞれのね、あの、うん、確かに焼却の処分のお金とかね、はい、うん、エネルギー利用とか考えたら、うん、光熱費考えたらそれだけということなんですね。そう、はい、だそうでございます。さあ、お知らせの後もさらにお話し続けてまいります。3時刻6時まもなく59分になります。続いてこちらでございます。初の女性や黒人も NASA 月探査参加の4人が発表されました。アメリカ航空宇宙局 NASA、 50年ぶりとなります有人月探査ミッションに参加する宇宙飛行士4人を発表いたしました。この月探査では初めてとなる女性や黒人男性も選ばれたということなんですね。4人は人類にとってこの半世紀ぶりとなる月面着陸を目指すアルテミス計画の一環で、2024年11月に打ち上げられる宇宙船に搭乗いたしまして、月の上空を周回する予定ということでございますけどね。いや、あの月か、何がかっこいいってアルテミス計画とかだな、アポロの妹から、ね、そうですね、あの先日もお電話ですわ、あのお話伺ったんですが、でも言うてる間に月に本当に人が住む時代がやってくるそうでございますけれども、そのあたりのお話、7時の時報の後お伝えしていきたいと思います。石田さんが子供の頃でしたっけ、はい、そうよ、1969年7月のちょうど夏休みに入った頃だったんで、はい、見れてたんですよ、はい、モノクロの映像でね、実は天地ひっくり返っとってね、はい、何のこっちゃ最初分からないで見てて、石田さんその時にいくつ、4年生かな、あ、ほんならもうめちゃくちゃワクワクしながら見てた組ですよ ね、なんか覚えてんのがその、うん、うちの親父がね、うん、うちのお父ちゃん、うちの親父は塗料会社集めた、はあ、うちの会社の塗料がこのカメラのここに塗られてるって言ったら、うん、はい、いや、でものすごい細かい話なんだけど、なんとなくこう、へえ、すごいと思って、すごいですよ、すごい思った記憶があってね。でも当時日本の技術は、いや言ってもそのアポロね、月面で使うものの塗料使われたんですか。カメラなんか日本ですよ、あれ。
へえ、やっぱすごかったんですね、当時から。だからそのカメラのここのここの撮れはうちのやとか言われて、いやでもそれでも自慢ですよ。子供の頃にね、なんかちょっとね、へえすげえと思った記憶があるんだけど。絶対思いますよ。まあそれからね、6年69年、はい、で72年のアポロ17号か、うん、7号で、最後。そこから月に降りたってないんで51年か経ってて、実はあの月に降りた人は今全部で 何人いるかというと、人類、まあもう亡くなってはると見てますけど12人全員白人男性。ああそうなんですね。だから今回、はい、黒人の方とか女性の方が入ってると、あ、白人男性以外の人が月に降りるんだという、へえ、あの、へえ、そうなんですね、なるんですね。で、まあ、逆に言うたらね、うん、なんで50年間行ってなかったのかいうことで、はい、そうですそうです、うん、そうですね、確かに、ね、いかん、じゃあ逆、その遡ってなんで72年で終わったかっていう話じゃない。で、69年に1回目ね、で、69年の7月に1回目、うん、でその年の11月に2回目アポロ12号、ああ、実は大阪万博でアメリカ間で飾られた石はアポロ12号が持ってた、うん、あれみんな11号の石は持ってるけど違うって、うん、12号なんです、12号が持って帰ってくる石で、で13、14とって、それだん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 ね、11号の時はうわーっとなって、うん、12号の時は そっからわずか4ヶ月後の話やねんけど、みんなあんまり知らんねん、うん、やっぱり何、初めてと2回目ってそんなに違うんですね。2回目じゃダメなんです。2回目じゃダメなんです。やっぱりね、全然興奮度が違うくて、急にね、これめっちゃ無駄遣いちゃうって言い出してたんよ、メディアも向こうの。ああそうなんですね、ありがたみが減ってしまうというか、ご存知のように13号があんなに危なかった。そうです、そうです、あの、下手したらみんな死んでた、あの映画にもなったぐらいですからね、ポルサーティン、まあ、奇跡的に帰ってきたけど、でまあ、14号からまた順調にいったんけども、17号の時にもうお金かかるしええか、でそもそもソ連に対抗してうちはこんなすごいことできるというのでやったことやな、そこに行くことに、そんなにあのビジネスにはつながってないじゃん、それとも人工衛星の方がよっぽどつながるわけで、今はそれがこうビジネスにも非常につながってるから民間でもということなんですよね。まあ、そこに行くことはビジネスにあまりつながらないけど、行く技術はビジネスにつながらない、はいはい、でそれどっちかというと今はね、中国に対抗してるんですよ、アメリカは。なるほど、そういうことなんや。で中国はね、どうも中国は月に行けんのが2030年代ぐらいになりそうなんで、もうそれよりもっと早いってこと、はあ、2024年11月、はいはい、これ大統領選挙の月やで。ほんまや。あ、本当ですね。お11月やんか、大統領選挙。ということはアメリカはどっちの方が盛り上がってんのか。そうですね、アメリカのことやから、うん、宇宙飛行士が宇宙から投票するのと思うね、うん、あーなるか、よーできたよ、送り出した人の投票の姿を、そうそう、うちはこんなこともできまんねんよ。でもあのエーナー月曜日にあの立命館大学の佐伯先生にね、うん、あのご出演をいただいてそんなお話してたんですけど、やっぱりその基本的に地質学の方とかっていうのは、うんうんうん、佐伯先生もそうなんですけど、うんうん、その月面体でどんな鉱物でできているのか、うん、水がねでどうなっているのか、うん、で先生おっしゃるにはここ20年ぐらいの間では、うん、本当にですよ、うん、月に飛び立ってなんならそこで生活する人が出てくるんじゃないかっていうふうにそれはおっしゃってるぐらいですから、いや、あながち、あながちじゃないんじゃないかなと。あと今度裏側は見せてほしいな、はい、で先生にあの月の裏側に宇宙人は住んでるんですかって、いませんっていませんって言われました。いやでも日本人のほら宇宙飛行士の候補生の人たちもほら、ね、いよいよ月面にっていう話でしょ、で今回の人たちはだからね、ダメ言いますけど白人男性以外の人が今回月面にどんどん行きますから、ね、そういう意味ではなかなか今のご時世、グローバル化してるご時世には合うてるんだ。でもどっかであれですね、あのなんか中国とねアメリカが、うん、その今ちょっと政治的な意味でも非常に対立しているという中で、当時やっぱりソ連とアメリカとみたいな構図っていうのが、変な意味ですけどこの宇宙開発みたいなところにも、そうそうそう、 あの国には負けられへんってお互いあるって、あの、ね、変な話ね、アメリカあの時やったらね、難しいことをソ連よりやるということと、うん、ソ連より金かけることをやるっていうイメージがあった。お前とここんな金ないやろ、あったよ。まあ、その戦いが結果人類の英知に何かまた、ね、発展につながっていけばもちろんね、今のその人工衛星、僕らはこうやって BSCS 見てるのも、はい、この技術の先にあったことなんだけども、カーナビがあるのもおかげですよね、うん、月に降りたこと自体はそんなに何かそう、このものは ね、なるほど、鉱物調べてる先生はワクワクする、うん、ですよ
ね、まあ、でも本当に月月旅行みたいなものも本当に現実として出てくるんじゃないかということだそうですけども、いろんなものが新しい局面に来たということでございます。